今日はバレンタインデーなので買ってきたチョコレートを開けようと思います。ハッピーバレンタイン。じゃーん。そう、うん、京都っぽくない？京都？こんなカラフルなチョコレートでした。あ、危ない危ない。え、なんか落ちた、うん、危ない。動いたの？アリンコ来ちゃう。次はこちら、じゃーん。これはね、あの日本の全国の、うん、あの果物を使ったチョコレート、うん、おお、すごい。メロンが一番かわいいね。ほんとだ、綺麗だね。綺麗、おいしそう。香りは？香りする。果物の香り？うん、いろんな香りするんだろうね。いろんな香りがするなんかレモンの香りがする気がする。へぇ、えー、あ、柚子だ。柚子、あんずと柚子、どっちだろう。うーん、うーん、食べたい。パクッといきたいね。食べたいまだです。 YouTuber 魂YouTuber 魂です。次、これはね、私が本当に食べたかったやつだから、これは後でチョコレートパラダイスで買いました。じゃーん、かわいい。皮っぽい、布じゃない、皮。本当に？後ろはこんな感じ。えー、かわいい。私タッセルもすごい好きなの。うーん、ふーん、よくわからんいやー、お揃いの柄のウェアハウスが入ってます。パッケージも一緒なんだね。うん、えー、かわいい。すごい。ではもう早速明日から使いますかわいい、これ本当にかわいい、うん、もうね、一目惚れしてね、一瞬ね、通り過ぎたと思ったら戻りましたねこれはフェアトレードのチョコレートで、いろんな国のチョコレートが一つに入ってる。1枚だと1500円ぐらいするんだけど、これはもう全部をこう、アソート、なんていうの、うまく言えませんね説明してください。難しい、近々オンラインストアがオープンするっておじちゃんが言ってました何その説明。 おじちゃんこの袋かわいいな、取っとこうだってなかなかこのサイズの袋さ、確かにもらえないよ。こんなちっちゃいものさ、あんまりさ1個だけって買わないじゃん、うん、これ取っとこうそしてそして最後、これこれこれ、もう一目惚れして、これはこれも一目惚れかよって感じだけど開けるよ。じゃーん。おー、まだ思っている時間じゃなかった。おー、すごい。綺麗だね。ファーストスターってなんだろう。ん？ファーストスター、一番左右下、最初の星並べてみよう、いろいろ。シルスマリアは生チョコの発祥の店。すごい。おお、踏んでますよ。
ーティーだ。はい、いただきます。ちょっとザクザクする食感もあるんだね。うん、おいしい。おいしい。去年もこれ買ったの覚えてる？これなんだっけ、何ナッツ、ヘーゼルナッツ、なんだろう、なんちゃらナッツ入ってるよね。入ってるね。説明説明。あ、カカオニブだ。カカオ豆を焙煎して砕いたもの。口の中にカカオ豆の食感が残ります。うん、おいしい。本当だね。すごい。ちょっと見ていい？どこの県が好き？何があるの？県で選ばなきゃダメ。当たんなきゃあげらんない。じゃ広島県。何、広島県の？レモン。広島県ありません。レモンはないよ。じゃ福岡のアマオにする。透けて見えたでしょ。じゃあ俺はね。長野県ぶどう。山梨でした。高級感がある。ぶどうすごい香る。こっちも。次はこれなんだっけ？これ果物じゃないんでしょ？これは確かね、紅茶だった気がする。一個一個の説明は特にない。説明、私捨てちゃってないよね、確かね。そう思うよ。うん。これはもう、考えるより感じるんだよ。私これ、これが気になります。なんだった？そうだ。うん、半分食べて。爽やか。こういうの好き。なんか駄菓子みたいじゃない？うん、わかる。ね、懐かしいね。